イレオさん？はい。こんにちは、イレオさん。こんにちは、アナちゃん。なんか、すごいとこない？え、すごいとこですか？変わったとこない？俺に。わかりました。お、なに？眉毛がちょっと伸びた。眉毛が伸びた。違います。眉毛剃ってます。違います。え、わかったわかった。なに？ゲソが伸びた。ゲソは伸びません。髪は伸びるけど、ゲソは伸びません。違います。もう見た感じでわかるでしょう。見て。見た感じで。うん。本当にわかんないのかい？はい、よろしくお願いします。シャケナダムです。シャケナダムです。どうも、見た目がね、ちょっと変わってしまったんですけども、あ、言っちゃった。え？ヒルさん気づかないか言っちゃった。見て、見た目、ほら。だって、ゲソも普通だし、眉毛も普通じゃないですか。その見た目じゃ、服装が変わったのよ。あ、服か。服。あ、なんだ。そう。あ、それ、そういうあれだったのか。あ？いや、僕、汚れてんのかと思いました。汚れてないよ。汚れちゃって、黒くなったのかなって。いやいや、新しい、はい。バイトの、2の時の服の色違いを購入することができたので、75個、じゃあ、100、150個か。すごい。すごいじゃないですか。個あれで集めましたね。すごいじゃないですか。なんでね、2倍の報酬の時あったじゃん。はい。その時にいっぱい集めることができたので、まあ、ラッキーって感じですね。すごいじゃないですか。いいでしょう。ちょっとうまそうじゃない？これだけで。いや、汚れたのかと思ったのに違うのか。いや、ちゃんと洗濯してるから。泥だらけなのかと思った。はい。いや、これちゃんとクリーニングしとる。いや、ちょっとバイトのしすぎでさ、クリーニングしても落ちないのかなって。あー、汚れが染みついちゃって？うん。うん、あ、そう。逆にそれはそれでね、名誉なことだけどね。はい。いいことだよ。ねえ、これ、痛い。大丈夫？もうちょい、痛い。これやって、後ろから。実は弓でしょ？ちゃんと引いて。引いてます。弓引いて倒して。引いてますって。はい。弓は引くためにあるんですから。引いて撃つんだよ。引いてますって。うん。よろしくな。痛い。中にもね、黒い繋ぎがいるので。え、そうなんですか？うん、一人いた気がするよ、同じ格好。すごいね。強そう。どれだ？どこ？この子だ、この子。ほら。ほら、俺と同じ格好してるよ。ほんとだ。うらやましい？おもちゃん。何？だからなんだって言うんですか？いいだろ、ファッションに気使ってんの。服が変わった。それがどうしたというのですか。いや、服、ダメ変えちゃう。かわいくない？別にダメなんて言ってないだろ。変えたいんだろ、正直。痛い。別にそんなこと言ってないだろ。変えたいと思ってんだろ。思ってないですって。そんな、何言っちゃってんですか、おなちゃん。じゃあ、ひれおさん変えない？もう服そのままでいく？一生。なんでそういう風なんですか？なんで一生このままの服だったら汚いでしょ、汗臭くて。いや、変えたくないみたいなこと言ってるかもしれない。いや、変えたくないじゃないですか。その服だからなんだって言うんですか？いいよ、じゃあ。自己満でいいよ、もう俺の。その服だったら強くなるんですか？強くなってるよな、気持ちは。そんなことないだろ。大丈夫か？ほら、これが俺の新しい服。もうちょん、僕モグラ避けたのに食べられたんですけど。あれ、大丈夫？なんかボム入れてさ、避けたのにさ、食べられてた気がついたら。まあ、そういうこともあるから気をつけて。服が悪いから、服が。うなちゃん服のせいにしてバカにしてんでしょ、このオレンジを。バカにしてないだ、もともとそれ着てた。俺はそれが一番好きで。助けるオレンジだぞ、オレンジは。はいはいはい。わかりましたよ。オレンジはかっこいい色なんですから。すごいよ、俺今。めっちゃ大活躍してるよ、みんな。
どれ？え、俺もうみんな大活躍よ。大活躍どこ？もう終わった終わった終わった。終わったの？ダメでしょ、終わったら。みんなのためにだったらサメがめちゃくちゃ刺さってたよ、かっこよかった。あれ、あ、見ましたよ、僕の視点に映ってましたよ、サメ。ほんと？はい。ナイスだったべ。いや、うん、まあ普通じゃないですかね。うん、正直なれよ。いや、だから別に正直な、ダメって。どっち？はい、俺ビンギル、みんなが、はい、みんなが投げてからしっかり出てる。ちょ、あれ、やだやだやだ、これ左。大丈夫か？どこに当たってる？それ全部同じところ当たってないか？大丈夫か？大丈夫か？あ、オッケーオッケー、ナイスナイスオッケーオッケー。これ下目行こう。下目、下目で下目で下目で。オッケー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 。僕強い。しっかり弓矢引きましょう。僕最強のお風呂なので。これレベ3ね、スペシャル使っていいからね。はい。右へ出せ。そんなことは言われなくても分かってる。ヒデオさん、心の俳句。本当か？そんなこと言われなくても分かってる。これが俳句。よし、俺はこれを使う。これ。ねえ、プレッサー行ってこれないかな、アイドルさんは。後ろ、援護するから。援護できてない、ヨナちゃん。プレッサー、プレッサー、プレッサー、プレッサー。援護してる、援護してる。プレッサー行ってきて、アイドルさん。もう、あー、1分の危ない、痛い、痛い、痛い。行って、行って、行って、行って。ヨナちゃん、早く援護して、ヨナちゃん、援護して、ヨナちゃん、援護して。見て、ここにいるの、俺。うなちゃん援護して、うなちゃん。なんで僕がうなちゃんの援護してんです。逆でしょ。逆でしょ。よいしょ。ナイススペシャル。はい、僕はスペシャルのヒレオさんなんですから。オッケー。もう一個あんのか？ないっすよ。あ、ないよ、オッケー、はい、うなちゃんがね、サメ使う前に僕、あれ置いてたので。あ、そうだったね、気づかなかった、はい、でもナイスじゃん、6勝じゃん。すごい6勝ですよ。だって僕強いですから。ね、酒飲むって難しいはずなんだけどね。やっぱ黒い服のおかげ。いやいや、僕強い、僕強い。黒い服のおかげですよ、サムラは。うなちゃん、それ汚れてるだけですって。違うって、ちゃんと新しい新品のお乳の服のさっき買ったばかなんだから。いや、違いますよ。炭ですすけてんですよ。炭？イコ炭。はい、よろしくお願いします。酒飲む。ほら、見て。黒いよ。だから汚れてんですって。うーん、炭じゃないからちゃんと。ヒデさん、横並ぼう、横並ぼう。見て、写真。ほら、うわ、なんか、なんだろう、うのちゃん、これなんか緑、緑で緑になってる、あ。あれ、あれ、どこだこれ。あ、ふこれ、どこ、ここ、ここ、ここ見えない、見えない、せっかくの綺麗な服。うのちゃん、これ、バシラ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 バシラ、行くよ。はい、うのちゃん、バシラよろしく。はい、最近体調がさ、変わらなくなっちゃってさ。はい、ヒデオさん。はい、咳が出ちゃった、ごめんね。ダメですよ。ごめんね。ダメですって。ダメじゃないって謝ってるんですか？謝ったってダメです、ダメなものはダメです。まずいな、これスペシャルどんどん使ってる。僕は今日厳しめのヒデオさんですから。厳しいの今日。うん、もう一個スペシャル使った。頑固親父のヒデオさん。え？ヒデオさん、親父？使ったの？スペシャル使ったよ。うん、使った。早い早い早い。判断が早い。だって、判断早くしないと負けちゃうもん。今、プレッサーきついなと思って。プレッサーじゃねえや。はい。あの、片パ？片パを狙った、はい。判断が早いじゃないですか。はい。はい。これなかったら多分きつかったよ。そうなの？ああ、マジ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 。さすが。判断早い。判断だけは一流。判断早い。一流の危ない。だからこそね、この服なんです。あとはもう適当に倒しちゃっていいよ。運ばなくてもいいから、ね。倒してますって。はい。適当に倒しちゃっていいからね。はい。はい、よろしくお願いしますと。はい、よろしくお願い申し上げますと。ございます、ございます。モザイク、モザイク。は？なんでモザイクかけてんの？え？ございますって言ったらなんかモザイクって言いたくなっちゃう。むちゃん大丈夫今日。何がですか？やばいんじゃないちょっと。今日鼻声でしょ？はい。ああ、風邪気味なんだ。いや、風邪気味じゃなくて風邪ひいてんでしょ。なんか2日前からずっと寝込んでんだよ。なんでそんな病弱なんですか？わかんない。いつの間にか病弱体質になっちゃって。ねえ。へぇ？本当に。なんで？年？これが年？
どうしなわけないだろう。ねえ、なんで僕が右にいんだから右でしょ、僕が。このちゃん、本当にアンチ気象なんですから。でも投げてからちょっと時間あったんだから、ちょっとぐらい調整してくださいよ。できないんですよ、そんな高度な技は。リオさんなんでいきます。コードレスなんですから。リオさん、コードレスってなんですか。コードない人も。俺のワイヤレスイヤホンじゃん。そうですそうです。なんで僕が倒した柱、うなちゃんがやってんですか。いいだろ、別に。次の柱2個来たから、それ行こう。で、僕が倒してるやつだから、やってんですから。他の柱来たよ。やったから、やってますって。はい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 。あ、うなちゃんがヘビやられる。ヘビヘビヘビ。ヘビ倒した、ヘビ倒した、倒した。ヘビ倒したよ。はいはい、わかりました、わかりました。はい、次の柱。わかりました、わかりました。うなちゃん、わかりました、わかりました、わかりました。はい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 。わかってないだろ、わかりました、わかりました。わかってないんだよ。あ、危ない危ない危ない。わかりました、わかりました。もう物分かりがいいふりして全然わかってないんだ、それは。わかってますって。わかったわかったわかった。いいよ、そういう子。わかったわかったわかった、オッケー。うんだけ言ってわかってない子。はい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 。そうだろ。違いますって、わかったわかった。言い方変えても、おい、オーケーって言い方変えても一緒なんだよ。わかったわかった。オーケーオーケー。分かった、もうオーケーも一緒だよ。大丈夫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 か、本当に。なるほど。何を理解してる。なるほどなるほど、オッケーオッケー、それは分かってますって。オッケー、分かってますよね。はいはいはい、レムリークリア。オッケーオッケーオッケー、クリアしました。はい、今回のさ、武器的な、ちゃんと話聞いて。あ、ごめんなさい。話聞いて、今回の武器的なやつ相当弱いと思うんだよ。はい、スイスシューター、相当弱いよ。ちょっとごめん、待った。フロア強い。うん、フロ強いですよ。フロア強いけど、うん、そんなに別になんか強いってわけでもない中で、はい、勝ててるのは俺のこの服のおかげ。ん、うん、ん、服のおかげ。服、うん、服のおかげ。どういうこと。俺のこの服がいい味出して勝ってるんです。え、その服ってなんかそんな特殊な効果あるんですか。いや、なんか調子乗れる。うわ。調子乗ってんのか、うなちゃんは。うん、服で調子乗って。ちなみにスペシャル使っていいからね、どんどん。ほーい。あー、ごめん、これやばい。どんどん使っちゃおう。送るね、前3つ送る。前3つ送る。はい。ヒロさん、ありがとう。僕やった。カニさばき、ヒレオ。それ倒せる？あ、OK。無理。味方を蘇らせに行ってくる。誰かやられてるのか。うん、助けましたよ。ああ、それでいいよ。それでいいですよ、そんなの分かってますよ、僕だって。やべ、この武器威力ないから。おもちゃん何使ってんの。どんどんさ、送ってるんだけどさ、はい、ごめん、鉄球に引きちゃって、これ多分無理だ、倒せないから、俺の武器的に。はい、はい、入れて逃げて、もう真ん中捨てていいからさ。はい、いや、もうおもちゃんもノルマクリアしてますから、僕たち。そうそうそう、レベル3だから、もう、はい、ちょっとね、レベル3じゃないですか、スペースシュート。ウェブさんね。いや、あのね、スペースシューターできつかったんだよ ね、 ね。なるほど。そう、ちょっとね、スペースシューターが、いや、威力ないな。おもちゃん、どこにいるんですか。あ、ここにいますよ。任せろ。おい、僕がカニのおかげ。見て、カニ、カニ、カニ、やめろ。おもちゃん、これ乗ったら玉転がしできんじゃない。え、あ、確かに。お、いた。あ、頭乗っちゃったよ。ダメだろ、それは。余裕でございました。余裕じゃないですか。ありがとうございました。